日本国で3番目に賢い大学出身、どうも花尾です。どうも、ネガです。ギュンです。どうも、山です。フーミンです。ワカティーミンです。おー、YouTuber。 YouTuber。 3番目は言ってますけど、こっちとは2番目京都大学なんで。はい、ありがとうございます。出ました、おひげ、おひげ、はい、今回はですね、はい、学歴中コラボー、よいしょ、コラボー、よいしょ。で、今回はですね、はい、真の一流学歴中を決めようという。おー、それも負けられへん。いや、負けれない。いや、学歴中の期待、2チャンネル受験サロンのみんなの期待を背負ってるからね。そんなにいるんや、ボス。もう、いますよ。いっぱいいるんや。もういるいるいる、はい。というわけで、今回やりたい企画は、真の一流学歴中は誰だ、高学歴格付けチェック。負けれへんぞ。絶対負けたらあかんやん。もう絶対負けた、絶対負けた、絶対負けれへん。いや、キムやばい、俺らパッションで負けてるぞ。あいつらもうマジで死に物狂いで戦って。俺ら物理のエッセンスちゃうで。ほんまに赤と青やけど。確かに。いや、分からない人多いと思う。いや、分からんと思う。分からん、分からん。まだ、あ、若手 TV は動画的にね、学歴で殴ってると。一方、うちはですね、学力を用いて学びを伝えるという、まあどちらかというと怖いと。こっちはやや、ブラックな学歴中。まあ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 、ちょっと悪者扱いされてるな。闇が最高。まあまあ、その、そう、光、今回はそう、光りたい闇の格付けチェックです。あ、いいですね。だから今回は、どっちがもう真の学歴を振りかざすにふさわしいかっていうのを、なるほどなるほど、決定します。これ、どうもこっち側みたいなとこあるけどな、ちょっと。そう、低学歴見下してそうやもん。確かに。どうそれは。はい。否定しとかないと。お前、あとそう、僕は低学歴をバカにしてるんじゃなくて、頭悪いやつをバカにしてる。いや、悪い。お前の私生活偏差値めちゃくちゃ頭悪いから。格付けチェックに狙って、うん、A と B の選択肢を用意して、はいはいはい、それをね、まあ、2択で A か B かっていうのを、まあ、ひたすらただ選んでもらうという、はい、もうシンプルな形式です。でこれ相談していいんですよね。あ、そうそう、各々 のチームで、まあ、相談して決めるっていう、うん、あ、なるほど、まあ、格付けチェックと同じような感じです、まあ、というわけで、はい、決めていきたいと思います。はい、メーガルは全部応援ず、ビベロお前、やめろお前。それでは1問目の問題です、はい、1問目のジャンルは過去問チェックでございます。なるほどね。この問題がどこの大学の過去問か当ててください、はいはい、問題はこちらです。 N3 乗 -7N プラス9が素数となるような整数 N を全て求めよ。 A が京都大学、 B が東京農工大学。 A じゃないですか。これ A っぽいですね。 A だと僕は思いますね。僕も A だ。東京農工大学は、花尾が言いたいだけなんですよ。わかるこれ、はい。花尾が言いたいだけ。そんな爆発的に難問ってわけじゃない中で、こっちもありえるんじゃないかっていう話なんだろうけど、いや、俺は A だと思う。俺は京都大学で行きますか。じゃあ、はい。なるほど、なるほど。その前に取っといた方がいいんじゃないですか。いやいやいや、これここそこで立ち止まったら結構偉いから部屋でとこうぜ。あ、そうしました。 A の部屋で、 A の部屋でとこう。おー、というわけで、はい、2人の回答は A と。はい、 A だと思います、はい、じゃあ、A の部屋に行ってください。はい、 A でしょ、さすがに A でしょ。いや、 A だと思いますけどね。いや、俺さすがに A だと思うで。絶妙やな。はい、何やっけ、 N3 乗引く 7N たす9やっけ。そうですね、 N3 乗引く 7N たす9やな。はい、学歴ビーム。いやいや、おい、やめろお前。この問題を出題した大学がどこか2択で当ててください。あの、はい、ちょっと待って待っていいですか。はい、僕ら赤本青本なんですよ。やばい、じゃあ、あの、余裕っす。赤本の神様、青本の神様みたいな。そうです、そうです、はい、余裕です、正直。 N3 乗 -7N プラス9が素数となるような整数 N を全て求めよう。おー、なるほど。これ数学の問題やね、これね。うん、まあ、一見簡単そうなんやけどな。で、これ京都大学、これお前の大学やん。そう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 、だからちょっと母校、ちょっと母の匂いがするかどうかみたいな。あ、そうですね。匂いどうなんですか、匂いは。匂いは、やっとね、京大っぽい。京大は、うなうな書かないのよ。あ、もうシンプル。あ、短いんだ。シンプルなのよ。はー、うわ、めっちゃ京大っぽいな。京大でいきましょう、これは。これはもう京大です。もう母なる匂い感じました。はい、シンプルな京大、これは。オッケー、整数大好き。定数感どうなんだ。 A の部屋にいますよね。おいとおい、いるんかい。でも東京農工大学ちゃう、これ。いや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 、あるんじゃない。大丈夫、そんなこれ間違えたらやばいで。やばいやばい、これ間違えたらやばいで。ほんとに。まあ、普
人と間違えたらめっちゃおもろい。というわけで第1問の答えは A です。シンプルさに気づいておられましたね。はい、素晴らしい。はい、というわけで、あ、一流大学の皆様、はい、まあまあ、さすがにね、おめでとうございます。さすがですね、本当に素晴らしい。第1問目いきたいと思います。2つ目のジャンルは論理的思考力。はぁ、想像つかへんな。まあまあ、頭はいいですから、ここだけですからね。まあまあ、そうですね。日本にある電柱の数は何本でしょう。はいはいはい、就活で出そうだ。これ Google で出そうだよ。出るよね、ほんと。ヘルミスイテの、はい、うわぁ、ね、選択肢 A が3600万本、はい、B が8900万本、はい、そんな、なるほど。うわなるほど、桁は一緒と。なんか1平方キロメートルとかで何本とか設定して、あ、3600万本。おれで、38万キロ平方メートル。うん。ってことはこれ、似てるよ。やけに数字似てる。ねえ。でもこれ、森林とかも多いからね、日本はね。7割森林ですから。そうそう、なるほどね。うん、だから、うん、確か、そっか。じゃあ、その36万平方キロメートルの、うん。7割は森林やね。そうだね。36万。これもちょっと怪しいけどね。まあまあまあ。怪しいけど、いや、でもそんなだから10万ぐらいか。うん。10万本。1平方キロメートルね。うん。うん、じゃあ、A。はい、はい、A ということで、はい、なんかもう計算したというか、もうなんか割ともう直感的な、まあ計算しました、ちゃんと、はい、ちゃんと森林かけたんで、ちゃんと森林のね、地理しかできないんで、うん、まあまあでもかけたんで、ちゃんとね、まあ、ここ大丈夫、自信あります。いや、でも、まあ計算間違ってないと思うけどね。すごいな、ちょっと就活やってないと弱いな、ヘルミスイテ。やかましい。いやいや、でもね、さすがに日本の電柱の数は何本あるでしょうか。うわ、ヘルミス、ヘルミです、これは。膨大ってのはやばくないですか。やばい。まあやばいけど、まあ2番以上違うから、俺らの周りにから広げていくか。はいはい。これやり方としては、まず電柱が何メートルおきにあるかっていう。日本って何平米 ?38 万とかじゃない。38万とかやったっけ。はい。最後それで割り算すればいいか。100本やったら、掛け算したら大体これになるよね。はいはい。100メートルおきに1本。70メーターおきぐらいかな。はい、70ぐらい。70メーターおきぐらい。どっちやと思う？だからこれが僕のストは A やと思うねんけどな。いや、分からん。要は 100m おきに1本なのか 70m おきに1本なのか、 30m しか差がありません。俺のやつは 100m おきぐらいじゃないかなって思うけど。電柱ですか。電柱、電柱ってそんな、そんな6、いや分からんな。いや分かんないです、分からんな。どっちもあるな、これ。あと1分ぐらいでじゃあ決めてもらうか。はい、別の考えで考えてみます。いやいや、当てっこしかない。その会話前もさっきしたよね。じゃあ B で行こう。B で行きますか。B で行こう。B で行きます。B で行ってみよう。B という。B で行こう。はい。どっちなんでしょうね。いません。おお、おえ、おえ、え？逆にやな。アホやな。アホやな。え？こっちこっちこっち。え？ちょっとなんか、え？それでは正解発表。参ります。今回の答えは。一番嬉しいよ。いやー、二流大学の皆さんでも分からなかった。ちょっと、え？え？計算できない理系？いや、途中までな、そうなんよな。はい、じゃあ行きましょうか。いやー、今悔しい、悔しい。続いての問題のジャンルは赤本です。おお、なるほど。はいはいはい。今から目を閉じてもらって赤本を触ってもらいます。出た、出た。それがどこの大学の赤本か当ててください。じゃあ、あれ欲しいんだ。目隠し、目隠しよ。目隠し欲しい。横浜国立大学の赤本がどちらか当ててください。もう片方の赤本は筑波大学です。いや、むずっ、むずっ、むずっ。じゃあまず A の赤本を触ってもらいます。はい、はい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 。君どう思う、これ。開けてみようぜ。開けてみます。はいはい。
まあこれ横国の可能性全然あると思う。なぜ分厚さ的に。でもこれちょっとあの貸して。はいはい。ごめん。これ折り曲げられた形跡があるよね。はい、ここに。ってことは、まあ、赤門サークルのやつとかが折り曲げたりしてるわけ。はいはい。じゃあどっちを、それを俺確認するわ。次 B で。A OK です。はい。はい、続いては B のアルカホン。あ、分厚？分厚い。分厚い分厚い。いや A かな。つくば。いやしかも折り目ついてないんやって。はい。つくば絶対つくばの。結構分厚かった印象があ、俺もそう思う、はい、それは、どういう観点でその分厚さって経験上です。経験上、筑波は経験上、経験上は筑波の方が出題科目が多いんです。単純に分厚くなりやすいんですよね。これてか分からんけど、筑波これ筑波大学で売られてるんじゃないかな。どういうことですか。横国は多分分厚さ的にこれ理系だけなんよ、俺の人。あー、なるほど、はい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 。これは理系だけでこの分厚さなんだ。それが分かってない、まだ。だってまず折り目めっちゃついてるやろ。 でここに折り目が B に比べて A の方がついてるね。でなんでつくかって言ったら、駿が横浜出身やろ。はいはい。横国の方が開くんじゃないかって。なるほど。すごい駿なんや、赤穂に折り目つけるやつって。そうですね。じゃあつくばと横国どっちに折り目つけるかって言ったら、横国の可能性があって、じゃあ A っていう裏付けもあるわけ、これは。じゃあ A です、確定です。これはじゃあまあ A でいこう。これあの時間もあれや、はい、じゃあ A ということで、はい、いや A やと思うけど。そうですね、これはもう結構確信があります。 XY 平面において点 X0,Y0 と直線 AX プラス BY プラス C 全の距離は、片方が横浜国立大学、はいはいはい、片方は筑波大学。うわー、ちょっとむずい。いや待って、いや気するよ。はい、伝わってください。あ、これ2人、これあ、多分ね、赤粉の中やったら、うん、標準かな。そうね、分厚くはないね。いや、これ筑波じゃない。筑波はもっと分厚い。だから横国ちゃうか、これ。筑波は、うん、地理、うん、400字論述なんよ、うんうん、当然、回答も長くなる、うん、あと筑波ってさ、なんか学部ごとにさ、うん、なんか問題ちゃうかったりせんかったか、うん、なんかその分増えてるみたいな。赤粉いきます、うん。何分かる。じゃあ B の赤本はこちらです。わかんねえ。いや、ほぼ一緒。ほぼ一緒よ。いや、これ同じ本じゃん。いや、そういうこと。わからん。あ、間違えました、今の同じ本でした。なんでやばい、どうなるかおかしいやろ。どうなるかなと思って全然違うじゃない、言ったらおもろいかなと。まあ、ちょっとさっきの分厚くね。熱い熱い熱い。いや、これ筑波でしょ、絶対。これ筑波だわ。あと横国半分後期やからね。ってことで、横浜国立大は A！ はい、じゃあ A の部屋に。はい。じゃあ、やっぱいるね。さすがにいるね。いやー、B やー。まあまあまあ、まあ、お前ら、すごいな、お前ら。まあまあまあ、これは。これ簡単でしたね。うん。はい、それではね、答え発表いきたいと思います。いや、これなんてでしょ。まあいい。はい、うん、というわけで、横浜国立大学の赤本は A でーす。これはどうでしょう。いやー、いいね。気持ち悪いな、お前ら。イージーイージー。すんごい、俺の遥か上を行く議論がなされてた。おー、俺そ結構2人とも即答やったもん。2組とも。あー、まあでもこれ A かなっていう感じ。すごいわ。A なんだよね。 A だよね。 A です。これ A です。最長はどっち。正解は A でーす。はい、続いての問題は計算問題。なるほど。やばいわこれ。計算の早押しです。なるほど。暗算ですか、これ。これは暗算ではないです。ただし手計算なんですけど、計算機は用いてはいけない。これはですね、まあ、高校生クイズで出題された、まあ、問題から引っ張ってきてる。なるほど。なるほど。問題。球が 0.0001mm の金箔で覆われているとすると、それは何円分になるでしょうか。これはもうあの先に何回言っても別に先に正解できた方が勝ち。有効数字2桁ね。これが、公式忘れた。これ厚さが、これ厚さが 0.001 ってこと。あれ、球体の表面積どうやって求めるんやったっけ。やばいやばいやばい。3分の4メートルにすると、球
球体の公式忘れたな。3分の4倍ある3乗違う。おいおいおい、何円分やな。最後円になってたらいいな。8、はい、 85×10の15乗円。違います。まだチャンスある。俺らにもまだチャンスある。いやこれさ、この1回のミスは結構痛いな。3.9×10の18乗円。正解っぴー。よしよし。うわあ危ねー。はい、さすがにここはね、焦った。でも早いな。10年長めっちゃ焦った。終わりましたね。いや焦りましたよ。焦った。兄弟が、どこまで出とった。いや、3.9 出とった。30.9は出てたみたいなやつ。いや出てないな。おお、そこさえあるけど。兄弟のに、でも何でどういう計算式だ。4面積やから4倍ある2乗ですね。ああ、うん、ちょっと9の表面積分かってない。大丈夫それ。ちょっと、まあ、電気ムチームの勝利と。はい、やっと話。じゃあ次が最終問題です。最終問題いきましょう。ギリ追いつける。ギリ追いつける。追いつけます。じゃあラストの問題です。はい、はい、ラストの、クイズのジャンルは顔面偏差値でございます。顔面偏差値。なるほど。ある人物の写真を出すので、その人がどこの大学か当ててください。あ、そういうことで。ああ、よかった。もうそんな俺らの専売特許みたいなもんやから。ちょっとそれいいのかな、なんで。あ、余裕余裕。まあ、学歴中決める。ちなみにラストは3択です。3択。 ABC。 あ、なるほどね。 C も出てくる。 ABC やります。まあでも若手 TV にめちゃくちゃ有利な問題。おいおい。かつて若手 TV にインタビューで出ていたこの学生、どこ大学でしょう。こちらです。いやー、選択肢を読み上げます。 A 高校大、 B 中央大、 C 立教大。高校大、中央大、立教大。それマスクしてないやん。相当前やで。めっちゃ東工大っぽいね、なんか。いや、そう、服装がね、もうチェックシャツだし。いや、だから中央とかにもまあいそうよね。で、立教ではない感じはするね。立教ではないね。立教ではない。立教ではないやろ。立教ってやつ言ったら覚えてると思う。覚えてるな。え、じゃあベタに東工大なんか中央か。え、俺鹿児島であった気するな、この人。いや、俺もうね、もう後ろに東工大の、あの、大岡山駅の出たところの交差点がこの前走ってる。見えてくるもん、今。大岡山駅。もうそれしか出てこない。東工大。じゃあ、ビーヤマショット信じるしかないか。東工大か。そしたら、え、わからへん、俺は覚えてないし。いや、俺で東工大したい。じゃあ、答え。A の東工大で。はい。はい。じゃあ、東工大ということで。我々、だから年間2、3000人ぐらい。やってますから ね出てもらって声掛け、その倍以上多分声掛けてるんで、学生に。その学生がどこ大学か当ててください。なるほど。いや、向こうが一番得意じゃないですか。まあ、若手 TV が、まあ、もちろんね、今回は若手 TV 正解するはず。これでも逆にチャンスあるよね。はい。高校大、はい、B 中央大学、はい、C 立教大学。全部あるな。もうこれはもうね、無理やって。こんなでもチェックシャツ着てる。チェックシャツ着てるから高校大と誘導しといての、これ実は立教大学です。なぜ、なぜ そこの根拠。これのやつはこの子実は文系ない。文系っぽい大学って C かなって思った、ね、この中やと。だから B は理系も文系もどっちもあるような、はい、まあ、立教大学もあるんやるけど、どちらかといったら文系のイメージない。でもお前が一番インスピレーション感じなあかんねんて。お前の方がなんかこの服着てそうやん、俺より。ちなみにこれ偏差値どんな感じなんだろう、この3段やつ。まあ上から順番じゃない、多分。上が一番高い。いや、さすがに東工大が一番高い。はい、まあ、僕はもっと結構偏差値高めに見えますね。じゃあお前の場合直感的に、はい、偏差値が一番高いのは A よ、多分。で、B と C はまあ関西にいる俺らからしたらあんま変わらん。まあ偏差値はまあ A って考え方もあるよ。あの、ごめん、俺分からんわ、こんな。こんなん分からんわ。見て、見て、こいつさ、シャツめくってるやろ。はい。シンメトリーですね。建築家です、こいつ。なるほど。うわ、すごくない、そのロジック。これ見て、これ見て、ここの A とかも、シンメトリーやろ。やけど、俺は、アシンメトリーなものにも興味があるってことで、顔ちょっと変わってる。なるほど。瞬間芸やけど。こいつか、あの、さりげなく、こう、肩掛けカバンを左肩にかけてるやろ。こいつ野球部なんちゃう。右肩を、確かに。右肩をダメージを負わせへんように左肩で背負ってる。ピッチャーには、なんか、なんとなく見えませんよ。見えへんねんけど、やっぱこれピッチャーなんじゃない。いや、
弓道部の可能性ありますよね。いや、まあ、こういったら何部かはどうでもいい。弓道部じゃないですか、真ん中狙うんですよ。中央大学そうや、そうや、中央大学や、これそれで攻めたら狙うから、バカすぎるぞ。中央大や、中央大や、俺ら B で。はい、じゃあ B の部屋に。はい、逆に教えてほしいわ、分かってに、これを解くやり方が。いや、これあるで。え、これ B です。え、これ B やで、全然ある。分かれましたね。え、分かれてよかった。でも俺らに勝機があるんよ、はい、さあ、それではね、いきましょうか。それではあの学生の大学はどこでしょうか。正解はで、一個言えるのは、お前ら相当キショイで、これやってんの相当キショイで。なんでなかったか、ちょっとロジック教えてほしいな。まあ、東高大生で、お前たちもちゃんと言ってたよ。だから今回はもう俺はストレートに東高大生を、なるほど、引っ掛けなしに行ったっていう。あー、俺らね、でも知ってる方からね、あの子は弓道部だっていう読み。いや、まあ、知らねえわ、そもそも。え、だって右肩をかばって左肩で肩掛けたから。その絶対弓道部だよ。絶対弓道部。弓道部だったら中央狙うから中央大でしょ。いや、まあまあ、もうだからこれは引っ掛けなしで、でも伝えばいい。でも怪しむか、逆にも怪しむやん。やっぱ学歴を振りかざすにふさわしい YouTuber と、うん、はい、いうことで花店公認ってことね。まあそうね、二択全部当てたからね。まあこれからもちょっと人々をね、学歴で叩きのめしてください。いやー、お願いします本当に。はい、はいはい、気になった人はまあよかったらね、やめろお前と思った人はよかったら YouTubeリンク飛んでください。飛べお前。はい、じゃあ今日の動画はこれで終わりまーす。さよならー。